Очередная японская херня.先行のロンド2。それじゃあ訓練プログラムを開始するわ。ブランクもあるだろうから基本から確認しましょう。ああ、頼むよ。まずは画面上部を確認して。これがアーマーゲージ、ランダーの耐久性を表しているの。攻防の要になりそうだ。分かった、常に気を配ろう。こっちは B ストック、ボスモードの発動に必要よ。そしてこれがアビリティサイン。点灯していればアビリティが使用可能よ。ボスモードやアビリティについての詳細は後で説明するわ。了解。しまった、ここまでか。了解。今回は移動操作について説明するわ。まずは指定した位置まで移動してみて。オーケー、次はダッシュよ。